はいどうもということで、今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私、番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノリとやさみこです。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、今世間を賑わせているホットな話題などなど、じゃんじゃんお届けするバナナ TV 総合案内番組です。なんか局長だけめっちゃギラギラしてません今日？俺ギラギラしてます？ギラついてません？さっきジュエリーの社長の社長どうでしょうとお宝ですかね。ああ、そのギラつき度いただいた。ギラつき度、いや、それは厚かましいちゃいます。あの社長全然、失礼ちゃいます。あの社長全然ギラギラしてないですからね。はい。なるほどね。ね、はい、まあ綺麗な社長が切らしちゃって切らしちゃってね、パンくれはったんですか。お越しくださってね、5月の24、5月の24ですね、の放送かな、はい、ですので、はい、ぜひあのお美しい社長様でございますので、ご覧いただければと思います、はい、そうですよ、はい、パンも美味しくいただきたいですよね。はい、はい、で最近なんか何かしてはることありますか？最近してることと言ったら、うん、そうですね、あの VR もやってますけど、うん、なんか最近あれなんですよ、またちょっと投資しようかな思ったりして。投資、うん、楽天証券。楽天証券、なんか ETF でもこうだろうかな思って。 ETF なんか ETF、 え、上場投資信託。 ETF ってなんかいろいろいませんでしたっけ？いないです。あれ、いませんでしたっけ ETF。 いませんでしたっけ ETF ってグループ。 ETF。 最近でも私ね、はい、なんかね、アルファベット3文字聞くって、うん、もうなんか何を言おうとしても出てこなくって、うん、なんか何でも3文字じゃないですか。あ、 WHO とか、うんうん、はいはいはい、USB とか、 USB、 あ、それまでごっちゃになるよ。そう、まあ、ああいうアルファベット3文字がもうなんか出てこなくて、あ、でもこうやってパッて出てくるのが PCR？ PCR、 あ、 PCR ね、うん、もうやんでますよね。もう PCR のことばっかり考えてあるんですか？ PCR 検査受けたことないくせにね。うんうんうん。検査、あ、そうか。でもそれがやっぱり頭の中いっぱいなんですね。いや、あの、もうあれでしょ、あっちゃこっちゃから聞くからでしょ、ニュースとか。 PCR 言って、うん、音として。あ、ね、うちにあるあれですわ、キーボード PCR80 ですわ。まあどうでもいいです。おめでとう。はい、どうもありがとうございます。 F ね、何、 ETC？ ETC はあの、これ高速乗るときね。あ、 ETC は高速乗るやつね、うん、そう、ピピってやつ。PCF、 そう、 PCF？ 何て言うの？もう僕まで分かるようになってる。ETF、 ETF、 ETF、 ETF って何ですの？ ETF だから、さっき言ったら上場投資信託やるで。上場した会社のに投資するの。なんかいろいろあるんですよ、うん、だからあの米国債とか米国株とか、なんかね、コモディティとかいろいろあるんですけど、なんか割と、なんていうんですか、その投資信託やから、こう割と、なんていうの、バスケットになってて分かりやすいんですよ。あなたの説明が分かりにくい。まあ、投資商品です。投資商品。バスケットになってて、はい、あの CDN とかいろいろあるじゃないですか。CFD とか。また出てきますよ。3文字のアルファベットがいっぱい。CFD とか、あ、FX とかいろいろあるじゃないですか。あ、FX は、はい。いろいろあるじゃないですか。うん、そういう投資商品って、うん、そのうちの1個で ETF っていうのがあるんですよ、うん、で日本政府が ETF ってすごい買ってるんですよ、うん、ETF、 日本の要は株価を下がらないように買い支えしてるんですよね、日本って、うん、日銀が買い支えしてるんですけど、それが日本の要は日経の、 あの株価指数の ETF なんですよ。もうなんか話するだけ無駄な気がしてしまきました。そんなんね、はい、そんなん、まあまあやったらよろしいよ、うん、はいはい、やったらよろしいけど、はい、いろんなものに手出す前にね、はい、自分のセキュリティ状態をね、ちょっとちゃんとしといた方がいいと思いますよ。それを言うなお前、これ手、ね、言うなお前、またね、またカード不正利用されはっちゃうんですよ。そうですよね。どんだけされたら気ぃすんの。いやいやいや
あのね、でも今回のはね、うん、前ここでちょっと特集しましたけど、うん、あの気づかんようにっていうやつ、うん、あの、額を大きくしたら気づかれるから、そう、うんうん、あの前僕スキミングやられた時は、うん、それこそ何百万不正利用されたんですよ、うん、もちろん払ってないですけどね、うん、でそれはもう一発でドーンってやってもうカード使えなくなって逃げーって逃げるやつ、うん、やなんですけど、うん、今回の僕気づいたのはなんかたまたまねカードの履歴なんか見たんですよ、うん、そしたらえ Google プレイストア、うん、で3000何本みたいな、うん、が1日に2件、うん、でもう1日分けて2件って入ってて合計4件入ってて、うん、まあ金額したら1万2000とかそれぐらい同じ額それがね3560円と3570円がなんか微妙に違うんですよ、うん、それをなんか1日2回が2日に分けて請求来てて、うんうん、え何これと思って、うん、で僕、まあ、確かに Google のサービス利用してるんで払ってるやつあるんですけど、うん、あれでもこのカードちゃうしなっていうのと、うん、この3000っていう金額ないしなっていうのでちょっとびっくりしてちょっといろいろ調べてみたらやっぱりなくて、うん、ほんであのカード会社と Google と両方ともに一応連絡してで、まあ、カード会社の方はあ確かにこれ不正利用やっていうかのコンピューターが気付いてて連絡する直前でしたみたいな感じだったんで、うんまあ、それは全然あの大丈夫なんですけどことなきを得たことなきを得たんですけども、うん、今そうやってスキミングとかされてなくても、うん、いわゆる総当たりみたいなやつがあるんですよ、うんうんうん、今ほぼほぼそれですよね。もう今だってお買い物行ってもカード渡すこともないし、うんうんね、そのカード番号あのランダムに入れてみて、うん、でその情報なんていうんですかそのエクスパイレーションって何ですか有効期限、うん、有効期限のとそれから何ですかCVS でしたっけ最後の3桁のやつありますよね、うんうん、あれ入れてが当たったらビンゴみたいな感じで、うん、それをまた繰り返し使うみたいなやつみたいです、うんうん、で電話かかってきた時にはねその僕2日で4回やったんですけどその後もなんか請求来てたらしいです、うんうんまあ、それはあの全然払わなくていいのと、うん、Google にもあの一応なんていうの申し立てしてるんで、うんうん、カード会社にも多分行かないと思うんですけどね。でも気をつけないとダメですね。そうだから気をつけて、うん、なんか定期的にチェックした方がいいと思うけど、うん、なんかずっと引かれてる定額のやつとかあるじゃないですか、うん、月1000円程度とか言うと何百円とか、うん、ね、うん、あのアップルとかでもある、うん、あるもんね、あるもんね誰に言うとんねん番組これ番組、ね、ありますもんね、うん、ありますもんね視聴者の方友達じゃないんやからね友達じゃないからね。そうだから、うん、私もちょっちゅう点検というかチェックしてるんですけど、うん、チェックしても、うん、あこれって思うのばっかりなんですね。分からんのありますよね。分かんなくなる。なんかでも僕はマネートリーっていうのを使ってて、うん、それになんかある程度メモを勝手に入るようにしてます。あ私もそう使ってますけど、うんうん、いやでもなんかそれの詳細が分からへんから、うん、私もなんか Google 関係の引かれてるやつだったから、うん、何これはと思って、うん、ちょっと私もやられたんちゃうとかって思って何百円なんですけどね。あでよく考えて YouTube でしたわ。あ YouTube の YouTube の有料のあ有料コンテンツ、うん、を見てるから。あなるほどなるほど。のやつを引かれてたんですけど、うんうん、だから Google だけやと分かんないし、分かんないですね。の何のなんかって、うん、YouTube まで書いてなかったから、うん、だからね、うん、大変ですよ ね、 すよね。チェックするのもね頭一緒になりますからね、うん、うちもテイクセブンですけどシャナナ TV もあるしスタジオセブンカラーもあるしね、うん、なんやろうなって、まあ、うち Google ほど大きくないんで、ね、大丈夫ですけど皆さんなので定期的にあのチェックするのと、はい、もう控えといた方がいいと思います。そうですね、はい、日頃これがあるよっていう感じでね、はい、じゃあ CM の後はある番組じゃないあのコーナーをご覧ください、はい、どうぞ。シャナナンバー。シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー。はい、こちらの方がシャナナ TV 内。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。
ょモテる弾き方教えてもらって。モテる弾き方、はい、今日だけやで。ありがとうございます。いらっしゃい熊子。あら、あなたたち密よ。どうす大丈夫あのモテ今日モテ講座の日だったんです。モテ講座やってもらってたの、はい、いいわね、あなた。さあマスク外していいわよ。あ、いいの、ありがとう。いやこれでまたモテる、うん、ねえ、モテて困りますねこれね。どうしよう、もうね、うん、ゴールデンウィークね、はいはいはい、ね、ど真ん中ですか今。ど真ん中ですね、うんうんうん、今年はどうしてんのゴールデンウィークは。今年、なんか見てましたけどまあ僕、職業柄逆なんですよね、ゴールデンウィーク、ね、ああ、うんうん、忙しい。まあまあサポート業なんで、はい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 、ずっとゴールデンウィークは出ずっぱりですね、うん、あ、そうなんだ。お正月とか、なんでまあ、え、例年から例年、そうですね、なんかお盆休みとも逆なんで、あ、まあ、そのそうか、ニュースとかでゴールデンウィークとか、うん、まあ、お盆休みで忙しいみたいに見てるとちょっとムカつきますね、うん、ああなるほど、ね、でも逆にその違う時期にまとめて休み取れるんでしょ。そうなんです、うん、まあ、それはそれでまあありがたいですけどね、うん、もう人の人混み避けれるっていう。うん、かまこはうちはそうね、でもまあほとんどこうあんまりまとめて旅行行ったとかいう経験とかあんまりないんですけど、うん、僕もやっぱ休みがまとまってこうあるとなんかちょっと他に仕事しようかなとか思っちゃう方なんで、あんまりじっとしてたくないタイプ。そうですね、あのとにかく僕じっとしてるの苦手なんで、あ、うん、目指せ動いたっきり老人なんでね。あ、はい、動いたっきり老人ね、すごい、あれ動いてる方がちょっと性に合ってますね。あ、うん、そうなんだね、はい、今子は、うん、私はね、あんまりそう、あの旅行とかもゴールデンウィークじゃなくて、うん、割とね、昔はそのゴールデンウィークになったらよくそのバンドでね、はい、あのいわゆるストリートライブとかよくやりましたね。ゴールデンウィークこうまとまって日が取れるから、うんうん、あの大阪城公園が近かったから、はい、よく大阪城公園でね、うんうん、ストリートライブですか。うん、ストリートライブ、ね、機材をね毎日持って行ってね。かっこいい。白天の頃ですか。白天時代、うん、ちょっと前からやってて、ちょっと前、白天もやってたのよ。はいはい、うん、我々の、ね、知り合いのしゅうちゃんもやってた、うん、そうそうそう、あの、ね、だからシャランキューとかと一緒に、うん、あのやってた、やってた、うん、そうなんですか、うん、はあ、ちょうど同じ時代だからね、シャランキューもそこら辺で、うん、スッポンファミリーってファミリーがあってね、うんうん、シャッターズとランとキューピーですかね、合体したんですよね、うん、スッポンファミリーって面白いです。スッポンファミリー、いろんなバンドがあってね、うんうんうん、我々は違ったけども、うんうん、でそこによく一緒に出てやってますね。そんな、そうか、懐かしいよね、まあ、ね、ゴールデンウィークでも、あの出かけるにしてもやっぱりちょっとお値段も張るし、そう、高い、高いし、ね、うん、なんかあの、まあ、今ちょっとね、どうなってるのかまた探り探りですけども状況次第、状況次第ですけどね、ね、まあでもまあだいぶ落ち着いてますよね。ただいいですけどね。ねえ、うん。だから逆に健康みたいにそれ時期ずれて、はい、ね、ちょっとあの普通の値段に戻ってる頃に、うんうん、ね、人が逆に働いてる間にちょっと休めるみたいな。それの方がお得よね。うん、どうなんでしょうね。友達とはやっぱ合わないっていう。そうか、そうか、ね、うん、そこはですけど、うんうん、まあ、確かにそのどこ行っても空いてますもんね。うん、そうね、我々、ちょっとね、はい、ウーバーイーツがなんかトラブってるみたいな、ちょっといつもより早いんじゃない、ちょっとトラブってるみたいな、トラブってちょっと待ってね、はいはい、はい、うん、そのまあ、なんでしょうね、ゴールデンといえば、まあ、金、うんうん、普通に喋ってますけど、うん、まあまあ、うん、ゴールデンといったら、まあ、はいはいはい、まあ、そうですよね、うん、金玉の話になりますけど、なるほど、なるほど、金玉の話になっていいんですかね、うん、まあでも金玉、どうなんでしょうね、ゴールデンですからね、ゴールデンですね、うん、玉子、あら、いらっしゃい、どうしたの今日は、特別枠なの。このままずっと金玉の話になると思う。何何、ちょっとちょっと時間があったからちょっと寄ったわ。あ、いらっしゃい、いらっしゃい、どうぞ。何、何の話だって。金玉の話してました、うん、帰ろうかしら。いやいや、すいません、もう話をね、こう変え、全部 P 入ってます。
タマ。あれ今日誰か、あれこれ誰か来てたの、うん、あのね、今ちょっとね、お迎えが来たみたいなちょっと席外しね。あ、そうなのね、はい、うんうん、そうなのね、はい、チャージはきっちりいただいてるので、ね、大丈夫よ。しかもらもらもらはい。で、何これ、こういう話をしてたの。やめてくださいやめてください、それ。こういう話をしてたの。ダメです、ダメです、ダメです、ダメですダメですダメです。何何、はいはい、何の話。でもそのゴールデンウィークの話も、うん、まあ一段落はしましたけどね。ゴールデンウィーク、そんな入ってこなくて大丈夫大丈夫、はい、あの、はい、まあゴールデンウィークって言ってもまあ休みがね、うん、どんどんこう増えていくというよりかはもう今お休みが多いっていうか家が多いですね。そうですね、テレワークだったりとかで、うんうん、テレワークね多いんで、もう1年以上経ってますもんね、テレワークが。確かに結果的に外出れないかもしれないですからね、テレワーク。あれよくあのテレビやってますけど、こう上ネクタイで下パジャマってほんまなんですか。あ、それはよくあるね、うん、それは全然ありますよ。あ、そうなの。そのまあこう映る時は、うん、まあ確かに上は着替えますけど、うんうん、多分普通に仕事やってる分には、うん、寝巻きって言ってましたね皆さん。なんかよく言うけど、あの旦那が家でテレワークしてて、うんうんうん、どうしてもそういう時に限ってそこに取りに行きたいものがあるから、はいつくばって嫁行くとか。あそれはそれでね、また問題あるんだろうね、うんうん、ね、うんうん、やっぱこう夜勤とかもちゃあるんで、うん、夜勤できますか調査とかありますね。あー、そうなのね、はいはいはい、そんなずっと仕事してるわけじゃないですか、しゃ、特に喋る仕事なので電話が来てみたいな、それは奥さんとしてはね、ずっと夜中中おっさん喋ってるわけですか。家でね、普段半時間でね。ね、まあ、はい、家がね、だからうるさいね。あれ、こうちょっと詰めてちょうだい。なんかすごいことになったわね、今日。ちょっと蜜？今日蜜ね。蜜ね。春だからいいのかしら。来てたのね、あなた。ちょうど来てたのよ、ごめんなさい ね。なんかお邪魔しちゃってるわ。ウーバーイーツ、住所が消えてるって言ってね。またウーバー行ってたの、あなた。そう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 。トラブルだったんですね。まだね、来るのだいちょっと先なんだけど。ええ。そうだね、なんかアプリのバグがね4人、うん、すごいですね、なんかね、オールスターズ、ね、何の話してたのあなたたち。そのこんな話、その金玉の話じゃない金玉女性マジって金玉の話してるテレワークの話、テレワークテレワークのね、そう、話してたよね。そうですね、はいはいはい、うん、ここテレワークでも、うん、やっぱこう音楽業界とかも家で仕事はまあ可能じゃないですか。あ、クリエイティブな方はね、うん、もうテレワークでやっぱグッズとかってどうしてるんですか、ね、グッズ、うん、あと快適に過ごすため、グッズ販売とかね、快適に過ごすための、うん、え、どういう意味、どういう意味。もう例えばこう家で今まで仕事しなかったわけじゃないですか、うん、あ、椅子とか机とかから、うん、機材を、うん、揃えるところからね、うん、まずはね、とにかく椅子、うん、椅子、うん、椅子ですか。もう椅子と、うん、まあ、お尻に問題のある人はちょっと座布団的な、うん、あの輪っか的なやつとかあった方がいいかもしれないけど、うん、椅子で全部変わりますよ、うん、椅子ですか、うん、今だから高級な椅子売れてるもんね。あ、そうなのね、うん、めちゃめちゃ売れてる、うん、いや、実は今度テレワーク始まるんですよ。あ、そうなの。え、一時してなかったっけ。一時は自宅待機だったので、あくまでもこう仕事業務みたいなのはあんまりしなかったんですね、うん、自宅待業務以外、うん、でもこれからもうガチで始まるので、うん、そうなった時にどうしたらいいかな、うんうん、椅子はでも確かにあのほら腰悪いでしょ、うん、はい、私も腰悪いから、うん、あの腰椅子に置くやつとか買ったもん。ほふく前、ほふく前ですね。大丈夫、大丈夫、今日は大丈夫、今日は大丈夫。あ、その腰椅子に置くやつって何ですか。なんかほら、腰痛の人やつっていうのはなんかね、腰痛の人用の、はい、なんかこういう、こういうカーブのものの、あ、とか多分どっかに出てるわ。こういう感じでこうそ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 う、うん、姿勢を保たれる、そうそうそう、こういうやつ、こういうランバーサポートですね、うんうん、はいはいはい、やつとか買った。うん、結構ちょっと他に置いて、うん、すごい太い。なんか今日外が騒がしいわね。東北全身これしないといけない日よ、これきっと。あなたあれよ、反り腰ダメよ、あの腰痛持ちは。かなりちょっと効いてる。反り腰ダメよ、うん、ここもうちょっと。何してんのこれ、電車ごっこみたいになってるわよ今。あなた厚みすごいわね。やばい、厚みが。これはやばい。これちょっと思ってた以上やな。なんかあれね、今のみんなこっち向いた電車ごっこみたい。わちゃわちゃですね。
いやでも本当にこう、はいはい、テレワークになったらこれがさらに加速するんじゃないかなと、うん、ね、やっぱりちょっとあの前も言いましたけどちょっと運動するグッズとかも売れてるでしょ、はい、結構買ってる人いてみたいですよね、でもテレワークで OK なんやったら、うんうん、女の人は特に化粧して準備する時間だけで結構いるでしょ、うんうんうん、で電車通勤の時間でしょ、うんうん、と思ったらすっごい時間が有意義に使える、うん、ね、ってことですよね、うん、確かに化粧とかも時間かかりますし、ね、かかる、うん、おまけにマスク、あ、そうか、テレワークはマスクせえへんのか、うんうん、あ、そうか、全然だって顔出さなくていい職業とかも多いですね。なるほどね。そうなったらまあ本当に何をするんでしょうねその時間で人は。まあでも女性は結構そうやって空いた時間有意義に使うの上手ですから、ね、なんとまああのどうせやらなあかんことをこう夜やることも早めにやっておくとかね、晩ご飯の仕込みちょっと早めにするとか、ね、あ、なるほどね、ちょっと空いた時間なんかせっかくあのベッドの下に隠すやつね。時間の使い方。未だに紙物なので。このベッタベタな。腹すぎパッパッパッ。ああそうなんですね。そうなんですね。いやもう僕はもう電子化に進んでます。あの右上のゲストっていうボタンを押してから見るようにします。Google Chrome。あ、登録はしてないのね。履歴が残らないようにしてるの。あ、そうです。そういうことね。あ、なるほど。でもこれ嫁にバレたわ、これで。もう見方が分かんない。証拠は残らないです、ね。何を見たのかまでは分からない。出てちゃうな。なるほどね。はい、なるほどね。どうしてんのな、みんな。でもネット回線、ネット回線も大事ね、テレワークやったらね。そうですよね。回線早い方がね。だって部長とかが大事な時にこう固まってるのに。見かけるじゃないですか。ニュースやってるよ、ね、コマーシャルで、ね、コマーシャルで、コマーシャルで、あのドコモのね新サービス、うん、やってる、ね、ネット環境確かにね、うん、ネット環境、まあ椅子、うん、あとはもう履き心地のいい家パンですよね、家パンね、そうか、まあ実際今やってらっしゃいますよね、結構ね、我々テレワーク多いですよね、あれとします、そんなこう朝仕事のモードと変わるじゃないですか、家のモードと仕事のモード、電車の中とかでこうじゅんぐりじゅんぐりこう変わっていくような状態だったのが、パンっつって、あ、結構最初の頃はなんか特に女性陣は家にいると掃除したりとか、かそれこそご飯の支度したりとか、なんかするべきことがいっぱいあるでしょ、からそこをしないようにしようっていうのが、なるほどね、しないと決めるわけですね、しないことにしないとやっちゃうから、で気がついたらうわ時間足らんってなるから、そこ女の人の方が多分線引き難しいに違うかな、まあ、人によって違いでしょうね、家庭ある人とそうじゃない人の違いがあるでしょうし、僕らね結構オンラインミーティングが多いから、オンラインミーティングするときに僕そのグリーンバッグ立てて、照明焚いてるんですよ。家で？家で。照明焚いてる。本気のやつやん。本気のやつ。家でグリーンバックやってる。なんかすごい綺麗に聞こえるでしょ。綺麗に見せようってしてるの分かるでしょ。でもね、結構ね、バレへんようなパジャマ着たまんまとかあるんですよ。なるほど。シャツに見えるけど、それパジャマやんっていう場合とかあるから、ね。そうやっぱあの、クライアント用ですか？そう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 。なるほどね。ね、それでちょっとスイッチ入るとこありますね。クリーンバック立てて、立てて照明焚いて、ちょい今ほんまにいらっしゃいいらっしゃいってこうやってる時に、ね、男がそこまでなんか気にしてる人もなかなかね。なかなかないですね。そうなんですね。職業病でしょ、ね、まあ、職業病なのよ。ね、確かにまあでも照明こんな焚かれたらね、確かにそうピリッとなりますけど、ね。なりますなります。ちょっとテンション上がるとかね。ならないのやっぱそれ。あ、そうなんです、ね。あのこの間の健康、ね、健康のこの間の話に出てたけど、はい、男の美意識が高くなっていってるって、お化粧とかもしたりとか、ね、脱毛したりとかって言ってたじゃないですか、うん、はい、でそのま、テレワークになるとその辺、まあ、なんやろ、どうでもいい人とこう、まあ、よりそれにこう向かう人とこう二分化されていくもんなんですかね、うん、あ、そうです ね、 ね、男子でもやっぱ気にする人は気にするから、家から出なくていいからって言って、うんうん、どんどん良くなる、いい方向に行く人もね、照明たく人はあんまり聞いたことないですけどね、男の人でもね、そうやって変わっていくのかなとは思いますよね、ちょうどその間の時期というか、はい、なんかこう綺麗に
する人と、うん、あとはもう本当に顔真っ黒で写ってる方とかもいるんですよ、うん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 、そこら辺のやっぱ人柄っていうのは見えてきますよね、うん、あれこそ気使うべきなのかもわかんないですね、うんうん、逆にね、うん、あとアングルもね、顔面ドアップとか嫌でしょ、 ある程度どこまでのね、アングルで写すかとか、うん、はあ、なるほどね、わかります、わかります。それいつから始まるんですか。まあそうですね、もう4月にはもう始まってるので、あ、もう今始まってるじゃん、うん、そうかそうか。いやでもあれよね、健康それ始まったらさらになんかここが膨らみそうね、うん、その僕は一番懸念してるのが、うん、仕事中に酒飲むんじゃないですか。ダメでしょ、あるある、ダメでしょ、ダメでしょ、さそう、ま、もうそろそろウーバーイーツが来るわよ。もう来るの、もう来るの、でも行くわよ、そろそろ、はい、ね、過ごしまりね、今日もありがとうね、ありがとうね、じゃあ、はい、今日は走って帰るわよ。はい。ウバイス、土曜日ちょっとしっかりしてほしいな。はい。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた。今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、お帰りなさい。大騒ぎでしたね。今日全集合してましたね。全集合してましたね。ウーバーイーツタイミング悪いんですよ、いつもね。脳天気な4人がね。ね、脳天気でね、ほんとね。まあ、そんなことはさておき、はあ、今日はお知らせがございます。はい、お知らせ。うちのね、シャナナ TV のスタッフでもあり、うん、ダンサーでもある、うん、あの男の子で、コウタロウくんっていう。コウタロウくん、もう名前出した。コウタロウくんっていう子がいるんですけれども、はい、その子がね、うん、あの動画制作とか、うん、カメラとかにもすごい興味があって、うん、最近カメラ、写真を撮る用のアカウントのインスタ、うん、違う、インスタのアカウントを作ったんですよ、うん、はい、なので、うん、ちょっとね、これね、すごいなんかおしゃれな写真の撮り方、いろんなパターンの、うん、ね、と思って、うん、これちょっとぜひ共有したいなと思いましたね。そう、はい、なのであの、うん、これからも多分ね、どん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 いろんな写真撮っていくと思うので、うん、一度覗いてみていただいて、はい、よろしければフォローしてあげてください。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。こうちゃんの写真館でございます。はい、バナナ TV